その復興期に迎えて、まあ、人を送って、まあ復興に貢献しようって、さらにはというところが今日のお話になります。日本の地域課題が集積しているのが東北、その解決に向けて東北の方々と共に尽力することは、さまざまな経営資源、まあ、特に人材、多くの人材を持つ企業様にとって社会的な価値を上げる絶好のチャンスではないかなと考えております。復興支援という、まあ、今しかないテーマに挑戦が一緒にできるということです。でもう一つですね、社内では得られない経験や知見や人脈が、まあ、獲得ができる機会であります。本人のですね、その社員の方々のキャリア育成につながっていくのではないのかなというのが今日お伝えしたい趣旨でございます。すでに戻ってきたところの人事の責任者の、人事と営業の責任者の方の言葉です。最初はまあ社会貢献と、もしかしたらビジネスチャンスにつながるかもということで人を送ったんですけれども、結果的に一番得られたのは人材育成だったなということが出ております。改めてですね、まあ、そもそもその社員派遣を決める、まあ、今回も多くの企業さんいらしてますけども、なかなかですね、社員の方を1年2年お送りするというのは、まあ、簡単な決断ではございませんが、社会貢献 CSR を大事にしていきたいという、まあ、企業の方針がありましたので、それにのっとってトップに掛け合ったと、そらもトップに即決してくれましたので、目の前の取引がすぐ増えるわけではないかもしれないけれども、まあ、長期的に見て何か、まあ、行政も含めた仕組み作りを考えるときには、今のご経験というのは非常に貴重だというところです ね、 そうですね。はい、ありがとうございました。内陸側の団地を作ってとか、そういった守りの産業振興をする上でですね、民間の方のご活躍、大変参考になりました。岩手県庁人事課の熊谷と申します。よろしくお願いいたします。今年度は第2期の本格復興期間の初年度でございまして、第1期の取り組みの成果を土台に本格復興の取り組みを進めることとしております。改めまして、釜石市役所から参りました石井勝則と申します。どうぞよろしくお願いいたします。で、釜石市が求める人材像はこれです。これ8つの観点がありまして、まあ、マインドとスキルとその他と、我々から提供できる価値はですね、地域課題と人との出会いです。本日石巻市役所の方は、まあ、課題はたくさんありますが、産業関係 の、 人材の募集ということで、担当の私の方からお説明させていただきます。カツオというのは石巻で非常に重要な、海産物です。これがないと石巻 の、 水産はやっていけないという形で、そういう意味で考えると、まあ、私みたいに役所の人間なんて、もうカツオの餌の、まあ、ミジンコみたいなもんなんですけど企業の方から人材の派遣を検討していただくにあたってということで、少しご説明差し上げたいと思います。全体的な流れとしては、こちらのチャートにございます通り、派遣元の企業、それから、私どもワークフォートークの事務局、そして受け入れていただく団体様というふうな形で3つほどあるかと思うんですが、日本財団の、事業となっておりますが、復興庁共同ということで、こちらの事務局のメンバーで、運営させていただいております。はい、説明の方は以上となります。ご清聴ありがとうございました。